ムーザはイタリアの自動車メーカー、フィアットのランチア部門が2004年から製造販売するコドアのミニバン風ハッチバック型乗用車である。ベース車はフィアットイデアで機械部分の多くを共有するが、フロントリア及び内装はランチア車の伝統的なモチーフに改められている。また、イデアムーザともフィアットのプロジェクト188プラットフォームを用いており、フィアットプントとも 同系列となる。ベースとなったフィアットイデアに対するムーザの特徴としては、自動シフトも可能な、ドルチェファーにエンテと呼ばれる半自動変速機が選択、可能なこと、アルカンターラや本革を多用し、クロームメッキでアクセントをつけられたエレガントなインテリアを有することが挙げられる。また、ポルトローナフランが製作した、インテリアトリムや外装塗装もメタリック系の2トーンカラーの組み合わせが、 他種類用意されるなど、実用一辺倒のミニバンとは違う、小さな高級車としての個性を主張している。これは、弟分のランチアイプシロンとも共通した演出である。バリエーションは、ガソリンエンジン車が 1368cc8、バルブ78馬力、5800rpm の 1.48V と、同16バルブ95馬力、5800、 rpm の1.46ボルトの2種。ディーゼルエンジン車が 1248cc8 バルブ70馬力 4000rpm の1.3マルティジェット16ボルトと同16バルブ90馬力 4000rpm の1.3マルティジェット16ボルト 1910cc8 バルブ101馬力 4000rpm の1.9マルティジェット8ボルト そして最高性能版の 1598cc16、バルブ120馬力、4000rpm の1.6マルティジェット16、ボルトの4種であり、明らかに主力はディーゼルエンジン車となっている。このディーゼルエンジン搭載車は低燃費と動力性能を高い次元で両立しており、ムーザのオーナーの一人である自動車評論家の小林、翔太郎はこれを絶賛し、 イプシロンから2台続けてディーゼルエンジンのランチアを愛用している。2007年10月にはマイナーチェンジを受けた。トランクスペースの拡大、フロントグリルの変更とランチアマークの大型化、Bluetooth と MP3 オーディオへの対応、ボディカラーへの新色追加などがその内容である。2012年生産終了。日本へはガレージイタリアによって少数が 平行輸入されている。価格は1 4 6トで316.05万円となっている。5ナンバーサイズに収まる欧州車では貴重な1台でもあるが、左ハンドルのみで販売、サービス網も限定されていることから販売は伸びていない。ありがとうございます。